本当に嬉しいっていう一言です。あのサポーターの皆さんが一致団結して僕たちを後押ししてくださったんで、ピッチの中でも勇気を持って戦うことができましたし、本当に感謝しています。ありがとうございます。前半まずゼロに抑えたことが大きかったですし、後半まあ入ってきた選手もそうですけど、まず守備からしっかり粘り強くやって、でも最後クルーク選手のシュートで点を取るっていう一番アビスパらしい勝ち方できたので、そういった部分が良かったかなと思います。本当にさっきも言いましたけど、ホームの時はすごい手拍子とかで後押しされているので、ぜひもっともっとパワーを送って僕たちも頑張りますので、また応援来てください。ありがとうございます。